これ見えますか、これこれわかるかな、このね油がね弾けてるこの感じ。いやこれ美味しそう。いやいいね、このジュワーって音ね。こんにちは、ウオケンです。今回は一色魚村でうなぎの白焼きを買ってきました。視聴者さんからうなぎの白焼きをかば焼きにして食べてほしいというリクエストがありましたので、このうなぎの白焼きを炉端焼き器で炙りながらうなぎのタレを絡めてうなぎのかば焼きを作っていきます。ただうなぎが結構大きいので半分白焼き半分かば焼きにして味を比べながらこのうなぎを楽しませていただきます。それじゃあ調理していきましょう。はい、まずはねうなぎのかば焼きにしても白焼きにしてもこのね炉端焼きがないと始まりませんので、このね炉端焼きを準備しました。そしてねメインのうなぎ、あとはねうなぎのかば焼きを作る用のタレと、あとねタレを絡める用のお皿、そしてねこれは山椒になりますので後でね食べる直前にかけていただいていきます。あとこちらに準備したものはうなぎの白焼きを食べる用のお塩とわさびですね。そしてこれなんですけども、今回ねお店の方から焼き方を教わりまして、うなぎの白焼きを焼くときはこれね中身日本酒が入っているんですけども、日本酒をね霧吹きで皮目にかけてから焼くそうです。なのでね、まあ、今回日本酒をねこのような形で準備しました。そしてね、まあ、焼いてる間とね食べてる間、今日はねこちらのノンアルコールビールでいただいていきます。なかなかねちょっと珍しいなんかね安いノンアルコールビールがありましたんでね、こちら買ってきました。それじゃあねまずはね炉端焼き火をねつけていきます。はい、こんな感じでね炉端焼き火が入りましたので、早速ねうなぎを焼いていくんですけども、まずはねちょっと熱いので焼く前にねこのノンアルコールビール一杯行かせてください。それじゃあね皆さんお疲れ様、乾杯。あーうまー、いやーやっぱねこう炉端焼きを目の前にしてね飲むノンアルコールビールっていうのもねなかなかいいものですね。それじゃあねまずはこのうなぎの白焼きをねかば焼きにしていただいていきます。とりあえずねお店の人から教えてもらった通りにこのね皮目、このねうなぎの皮の面、ここにねこの日本酒こちらを霧吹きでねこんな感じかなかけて、そしてねこれを焼いていきます。見えるかな、こっちの方がいいかな。これね炉端焼き今日ね、まあ、こんな形で屋外というかねベランダでやってるんですけども、まあ、こういったね炉端焼きを使うときはなるべくね換気のいい場所、できればね、まあ、今日ね魚犬がやってるみたいに屋外でね使うことをおすすめします。これね部屋の中でやるとかなりね煙が上がって危ないですので、必ずね換気のいいところでやってください。それじゃあねこう皮目がねバチバチしてきたら少しねひっくり返しますか。よし、おこう見えますかね、このね油がねこう弾けてるこの感じ見えるかな。このねうなぎの白焼きは、まあ、何回かねこうひっくり返しながら焼きますんでね、またね皮目を焼くときは
日本酒をねかけてからひっくり返して焼いていきます。はい、こんな感じでねだいぶね身の方も焼けてきたかと思います。どうかな、多分ねいいと思うけど、おーすごいな、あーいいねいいね、なかなか。じゃ身の方もね軽く焼けてきましたので、少しね日本酒を振りかけてねもう一回カバメ焼いていきます。日本酒を振りかけて皮をね焼くと、あーいいですね、この皮目がねこうパチパチっとしてきましたね。おーすごい、これ見えますか、これこれわかるかな、このね油がね弾けてるこの感じ、いやーこれ美味しそう。じゃあねここら辺ぐらいまで焼けましたらね、このお皿にタレを準備していきます。今回はねうなぎ屋さんからもらったタレ使いますけども、市販のタレで十分ですので、うなぎのタレをねなんか小さなお皿に開けてしまいます。それじゃあねこれぐらい焼けたらタレをね絡ませていきます。おおすごい、おお綺麗、いやーもうこれで美味しそう。じゃあねここからねタレをつけて焼いていきます。タレをねこんな形でタレにねこうジャブっとねつけちゃって構いませんので、これねハケで塗ってもいいんですけども、やっぱね少しこんな形でねタレにつけた方がねいいかと思います。でタレをちょっと切ったらまたねこれを炉端焼きで焼いていくと、よいしょ、あーすごい、あーいいですね。これもねもう焦げないようにね、焦げないようにこまめにねひっくり返しながらね焼いていきます。いいかな、あーいいね、まあ、こんな形でね軽く焼けたらもう一回ねタレにくぐらせます。タレをねつけて、タレをねつけて、これ何度か繰り返すことでね照りも出るのでしっかりとね焼いていきます。わーすごい、これね一回タレをつけたらね目をね離さないようにして、このね焦げないように気をつけて焼いてください。いいね、いい感じ、こうねよく見かけるねこのかば焼きの感じになってきましたね。じゃあね最後もう一回三度漬け、よいしょ、わーすごい美味しそう。じゃあねタレに絡ませてと、最後ね一回、よいしょ、いやーいいね、このじわーっと音ね、そーっと焦げないようにね火をつけて、どうかなこんな感じでいいかな、あーいいねいいね。じゃあねここら辺まで焼けたらね火をね切ってしまいます。ほらこれですよ、これこれがね、うなぎのかば焼き、いや美味しそう、これは美味しそうだよ。じゃあね今日はせっかくね炉端焼き器で焼いてますので、このね熱々をこの場でねいただいていきます。まずはねこのねノンアルコールから、あーうまい。そしてね今日はねこの山椒も準備してますので、これをね少しだけね振りかけていただいていきます。で山椒をね、あんまかけすぎるとね山椒の香りだけになっちゃうので、よし OK。 それではね
こちらうなぎの白焼きから作ったうなぎのかば焼きになります。じゃあね、いただいていきます。おお、すごいな。ちょっと半分に切ろうかな。半分にちょっと箸で切って。やつそう。うなぎのかば焼き、いただきます。おこ、これはうまい。うん、やっぱね、うなぎのかば焼きはうまい。うん、知ってたけどうまいね。そしてね、ノンアルコールいかしてください。あー、うまいわ。いやね、うなぎのね、かば焼きが美味しいのは分かっていたけど、それのね、はるか上を行きましたね。すっごいうまいっすね、これ。やば、うまいわ。じゃあね、もう一切れありますんでね、こちら、いただきまーす。うん、やっぱりうまいわ。うなぎのかば焼きマジでうまい。これなんだろうな、やっぱね、日本酒を振りかけて皮目を焼いたせいか、皮がねパリッとしていて、そしてね、身がねすごくねふっくらしてるんですよ。いやー、うまい。それじゃあね、あとね、これだけうなぎ残ってますので、次はね、うなぎのね、白焼きでいただいていきます。じゃあね、同じように火からつけていきます。それじゃあね、こちらのうなぎの白焼きもさっきのね、かば焼きと同じように、まずね、この皮目、皮の面をね、この日本酒をね、霧吹きで振りかけて、そしてね、こちらを焼いていきます。とりあえずね、まあ、こんな形で白焼きをね、焼いてる間に白焼きをね、食べるための準備をしていきます。まずはね、このわさびをね、少し出しておきます。わさびをちょっとね、お皿にね、よいしょ。ということでね、まあ、こんな形でね、わさびを準備しました。あとね、お塩に関してはね、焼き上がってからかけていきます。まあ、そんな感じでね、やってるとこのね、白焼き焼けてきましたので、ひっくり返していきます。おお、すごい。あ、やっぱいいね、炉端焼き。このパリパリ感、これがね、伝わるのかな。このね、皮がね、今パリッとしてるんですよ。パリッとね。それじゃあね、まあ、こんな形でね、今度は身の方を焼いていきます。それじゃあね、身の方も焼けてきましたので、もう一回ね、皮目に日本酒を振りかけて、そしてね、皮の方を焼いていきます。塩ね。おー、すごい。わー、美味しそう。それじゃあね、また今度は皮目を焼いていきます。はい、こんな感じでね、皮目が焼けてきましたので、もう一回ね、身の方を焼いていきます。よいしょ。わー、すごい。わー、綺麗。これわかるかな、このパリパリ感。すごいっすよ、これ。パリパリ。
じゃあね、またね、身の方を少し焼いていきます。はい、こんな感じでね、いいですかね、身の方が焼けてきましたので、これでね、火の方を止めてしまいます。わー、いいね。これ、わかりますか？このね、油がバチバチとなってるね、この感じすごいですよ。そしてね、皮もね、パリッパリなんですよ。皮がね、パリッパリ。そしてね、この身の油、これね、すごいよね。じゃあね、こちらをね、いただいていきます。熱そうだな。とりあえずまず半分に割りますか。食べやすいようにね、半分に割って、炉端焼きはね、こうやって火をね、つけたり消したりできるのがね、すごくいいですね。じゃあこちらに、まずはね、こちらのうなぎの白焼きにお塩からかけていきます。お塩をね、かけて、はい、こんな感じでね、お塩がかかりましたら、今度はね、わさびをのせていきます。じゃあこんな感じでね、わさびを上にね、ちょこんとね、のせます。はい、こんな形でね、このうなぎの白焼きにお塩とわさびがのりました。それじゃね、こちらいただきます。あっこい、うん、熱いけどやっぱうまいね。うん、わさびのね、香りとね、塩のうまみと、そしてね、このうなぎの脂と、この身の味の強さ、これがね、楽しめるのが白焼きの醍醐味ですね。いや、うまい。じゃあね、ノンアルコールいきます。あー、うまい。いやー、うまいわ。やっぱね、うなぎの白焼き美味しいね。ただね、個人的な感覚からすると、なんかね、うなぎのかば焼きにした方がなんかね、美味しかったような気がするんですよね。じゃあね、もう一丁ノンアルコール。いやー、たまらんね。いや、今日はね、まあ、こんな形でうなぎの白焼きをかば焼きにして食べてみるっていうね、動画を作ってみたんですけども、魚研のね、最終的な感想としては、純粋に味だけで見た場合、魚研はね、うなぎのかば焼きの方が美味しいように感じました。ただね、うなぎの白焼き、これはね、うなぎ本来の脂のね、甘みだったり、脂のね、味、そしてね、この身の味の強さ、そういったものがね、楽しめるので、うなぎ本来の味を楽しむなら白焼きもね、ありかと思いました。もうこれはね、もう本当に好みが分かれる部分ではありますけども、魚研はね、割と白焼きが好きです。ただね、この白焼きで売っているうなぎをかば焼きにして食べた、この美味しさはね、ぜひね、試してみてもらいたいと思います。実際ね、まあ、こんな形で炉端焼き器があれば、そんなね、難しい工程はありませんので、誰でもね、真似ができるかと思います。それじゃあね、動画を最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございます。この動画に関するコメントは下のコメント欄使ってもらって、いろいろと書いてみてください。あとですね、チャンネル登録もまだまだお願いしてますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ最後の挨拶をして終わります。それじゃあ皆さん、グッドラック。